ちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、コテージに向かっております。友人たちとね、沼津で釣りをした後ですね、本日の宿泊先のコテージに向かっておりまして、約1時間ぐらい、沼津の方から南下してる感じなのかな、ちょっと住所はねよくわかんないですけど、コテージを予約したんで、そちらでね久しぶりに、バーベキューしながらお酒飲みながらみんなで語らいたいと思いますよ。ただね、釣りもあってねだいぶ疲れております。でこっからね1時間ぐらいの運転なんで眠いっすね。まあとりあえず、ドライブ楽しんでいきたいと思います。デイ、いやーすごく眠いですけどね、あの初めて見る景色、初めて通る道路なんで頑張れますわ、すごい楽しいわ。コテージ着きました。いやすごくいいところですよ。このまんまね行くと、なんとね、オーナーの方もねすごく感じの良い方で優しくてですね、はい、見えますか、富士山が見えるという。でここでバーベキューできます。最高。中も広いしね、今日はゆっくりできそうですわ。いやー魚食いたかったな。釣りたかったね。本当だよな。全く釣れてなかったでしょ、周りも。あれ全然、やっぱね今日は釣れない日なんだよ、やっぱね魚釣りはそういうもんだから。周り先ほど沼津魚市場で買った深海プリンですね、こちらをいただいてみます。すごい色。ではいただきます。これなんだ、上がゼリーなんかな。ゼリーだ、ゼリーとプリンなのしね。あ、ゼリー美味しいですね。はい、はい、時間早いですけどね、バーベキューを開始しようかなと思います。食材の少なさにね皆さん驚愕ですわ。本当にこんなに買わなかったかっていう。これプラスね魚がね本当はねいる予定だったんですけどね。そうだね、はい。はい、いつものねネギみじん切ります。これはね本当に皆さんにも食べてもらいたいからね、いきます。本当にうまいんだよ、これなしだとね全然変わってくるからね。うん、焼肉始まりました。焼肉じゃない、焼肉、バーベキュー、バーベキュー、バーベキュー始まりました。食べていい、食べていい。うめぇ、ソーセージ、一口目のソーセージ、うめぇ。うめぇ。はい、そして、どんどんとお肉が乗せられていきます。牛肉いきまーす。全然ね、言ったマックスバリューのお肉セットがなくて、ほんと困り果てるぐらいでしたね。いただきます。うん、これでもやっぱね外で食べると美味しいですよ。牛肉うめえ。うん、あ、名曲、これ誰の曲だと思う。全然わかんない。動画でねこの音楽が引っかかるんじゃないかなってすごい不安でしょうがないよね、ずっと流してるから。カメムシさんもねこのバーベキューに参加したかったみたいですね。かわいい、美味しそう。久々銀河高原ビール。一番面白かったカメラの北村だわ。これもう何ヶ月ぶりだ。
6ヶ月ぶりぐらい、もっと半年ぶりぐらいかな。いただきます。そういう色調整とかして綺麗に出してあげるっていうのが売りだから、うんうん、で値段が高いから、うん、全部その懐かしい我々で調整する。セブンイレブンで俺あの7個を使ってるからさ、その後に違うファミマとかローソン行って現金払いするときすごいめんどくさいもん。めんどくさいよね。めんどくさい。はい、外が思いのほか寒くて中に戻ってきました。まだね7時ぐらいなんですけど、中でまたしっぽりと飲みたいと思います。虫が入ってきた、やばい。あいつはちょっと外に逃がさないと。あれカメムシじゃない？カメムシだよ。おはようございます。現在朝の6時でございます。昨日はもう夜の8時ぐらいからずーっと中でお酒飲んでたんですけど、疲れ果てちゃってて、みんな11時前ぐらいにはね寝てしまいましたね。で朝の5時ぐらいなのかな、友人の一人のアラームから目覚ましが緊急警報の停電停電みたいな音で、もうそれで目覚めてしまって、では起きたんですけど、すごい天気良くて気持ちのいい朝ですね。これはずっと眺めてられますよ、ここ本当。もう雑炊が美味しすぎる。朝から染みますね、胃にね。うまーい。はい、というわけで、チェックアウト時間も近づいてきてないですけどね、少し早めにチェックアウトをしたいと思います。この後は西伊豆少し観光して帰ろうかなと思います。今回の旅はね本当に天気にも恵まれてコテージにも恵まれて最高の旅でした。まあ、ちょっと疲れてしまってね思いのほか飲めなかったっていうのはあるんですけどね、また絶対ここは来たいですね。本当にいい旅だった。はい、というわけで、今回の動画はこちらで終了させていただきます。よかったらチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイ。